行くとすっか。かわいそうな子だ。仲間を取らず泣いている。そいつはほっとけねえ。俺たちで助け出してやろうぜ。私でよい。賛成。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。守りを固めろ。私の知略に勝てるとお思いか。勝負だ。覚悟しろ。
しかかれ。わしの狼を狙っておるな。狼に門分かしたのか。決してない。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。Thank you.
狼の肝からは美女を虜にする薬ができる。わしの野望には欠かせるものなのじゃ。何それ、そんなのデタラメだよ。何、炎症めわしをたばかりおったな。し、何か聞こえない？あまたの獣、悲痛な叫び。よし、みんな行くぜ。動物だろうと困ってる奴らは助けねえとな。あんなところにパンダちゃん、かわいい。早く行こう行こう。あれ、元気ない。お腹空いてるのかな。笹の葉食べさせてあげなきゃ。魔を助ける。私で良いのか。おお、パンダ発見。なのじゃ。笹の葉を刈り尽くさばパンダが来る。あの話は誠であったのじゃ。伊藤、こんなのパンダちゃんがかわいそう。今すぐ返しなさい。少し疲れた。この身、朽ちるまで戦う所存。えい。
どうやら我は苦戦しているらしい。一体何を企んでるんだ？
の息子だからな。よし、こいつのねぐらを取り返しに行くぜ。畑で何してるだ。荒らしたら処置しねえぞ。荒らしてんのはお前の方じゃねえか。ここがどういう場所だか分かってるのか。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。少しつかめた。しちまっただよ。ここに畑作ればたらふく食えるって。炎症の話は嘘だっただか。野獣を駆逐しこの地に安寧をもたらす、これこそ霊族の義務よ。動物にだって命がある。それを痛めつけるとは許せねえ。
私の知略に勝てるとお思いか。少し疲れた。狼もいるぜ。人以上に律儀なもの。また噛みつく気か。よるな、よるでないわ。し、し。さては犬にでも噛まれて逆上したな。たく炎症め、しょうがねえやつだ。獣の正直で良いのか。どうやら我は苦戦をしているらしい。魔を助ける。
どうやら我は苦戦をしているらしい。
抗うつもり。資金だれこそ許しがたい。今回だけは勝ちを譲ってやろう。敵将を討ち取った。勝ったー！パンダちゃんたちのおかげだね。炎症も懲りたはずだ。もう動物に手出しはしねえだろ。みんないい子だ。ねぐらに帰る。寂しいけど。バイバイ。よかった。勝てたようだな。